こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、クリスピークリームドーナツでドーナツを36個、12個入りを3箱買ってきたので、こちらを食べたいと思います。あとですね、一番大好きなドリンク、チョコレートを4つ今日は買ってきました。で、これ見てください、めっちゃ色とりどりですよねこちらですね、期間限定のカラフルサマーダズンなんです。めっちゃすごい、もう食べ物とは思えないような、めっちゃカラフルな色してますね。あ、でプラスね、普通のドーナツも混ぜてもらいました。いただきます。どうしよう、何から食べるか迷います。じゃあまずはこれから、サニーレッドベリーです。鮮やかな色しますね。うん、甘酸っぱくってめっちゃベリー感あります。クリスピークリームドーナツの生地はね、ふわふわで美味しいですね。チョコがトッピングしてあって、その食感が加わるから、また感じが違っていいですよね。まあ一番好きなのはオリジナルグレープなんですけどね定番が一番美味しい、グリーンキウイフラワーです。見て、お花の絵になってます。キウイの香りがほんのりと香ります。ゴールデンイエローマンゴーです。これはドライマンゴーがトッピングしてあります。うん、マンゴーピューレの食感がアクセントになって、しかもマンゴー感もめっちゃあります。スカイブルースプリンクルです。なかなかドーナツに使わない色ですよね。シュガーがトッピングしてあります。うん、ピンクストロベリースプリンクルです。うん、これはさっきのドーナツのチョコレートがストロベリーに変わったって感じですね。ちょっともうかじっちゃったんですけど、これはソルティーダブルナッツです。すごいゴロゴロとマカダミアナッツとかで、ね、乗ってます。で、塩のね感じがちょっとします。ヨーグルトクリームです。中に入ってるヨーグルトクリームはすごくね濃厚なんですけど、かかってるパウダーはヨーグルトなんでさっぱりしてます。オールドファッションバナナです。うん、ケーキドーナツにバナナの風味がします。抹茶のオールドファッションです。残りはオリジナルグレーズの12個です。うん、温めて食べると美味しいんですけど、そのままでもね、コーティングされた砂糖がパリッとしてて美味しいんですよね。はい、残り6つはですね、ちょっと温めていきたいと思います。じゃーん、温めてきました。オリジナルグレーズと温めてまた美味しいんですよね。これが一番好き。ほら、めっちゃふわふわになってます。あっ、これ持てないくらいふわふわになって、砂糖がね熱でちょっととろけるんですよ。じゃあ最後の一つです。ごちそうさまでした。いや、クリスピークリームドーナツ美味しかったですね。36個食べれて幸せでした。夏の期間限定のドーナツ、カラフルサマーダーズン、色が鮮やかで、なんかビタミンカラーって感じで、女の子っぽくて可愛いし、美味しくて良かったですね。クリスピークリームドーナツはね、ドーナツの生地がふわふわで美味しいです。ぜひぜひ
ぜひぜひ皆さんもね、今ちょっと顎打った。ぜひぜひ皆さんもね、食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。